次に足立康史君、はい、日本維新の会の足立康史でございます。今日は第一分科会ということで、お時間を頂戴しありがとうございます。大臣はじめ、政務の皆様はもう今日お疲れだと思いますので、ちょっとのんびりしていただいて、いやどうしても俺が答えるんだという方がいらっしゃったらあれですけど、もうで今日は私多分最後のバッターですよね。もう今日は政治家の皆さんはまあ仕事終わったも等しいということで、ちょっとゆっくりしていただいて、で局各都市局長はじめ皆さん今日はありがとうございます。今日読売新聞の一面でですね、違法盛り土厳罰化ということで、出てました。まあこの報道がどうというのはまあいいんですが、大変感慨深いものがあります。ちょっと最初私にとっての質問者にとってのこの盛り土の問題というのをちょっと、復習を個人的にしておきたいと思うんですが、2014年のこれ質問じゃないんで気楽に聞いてください。2014年の2月の25日の夜にですね、私の地元の大阪府の豊野町喜城というところで大規模な土砂崩落がありまして、驚きました。でちょうどその時にたまたまその衆議院の予算委員会の第六分科会というところで、私が質問をすることになってたんですね。でちょうどその話をですね、翌日、いや昨日の夜崩れましてということで国会質問を始めたことをですね、思い出します。でその後環境委員会とか国土交通委員会の場所を借りていろんな議論をしてきました。でそういう中で、議員立法という形で私が提出者となって、建設残土安全確保法案みたいなものを用意して、同じ2014年の秋、事故が起こったのは2月でしたが、同じ2014年の11月にはですね、法律案を出す、それからちょうどその12月には大阪府の土砂条例が制定される。で年が明けて2015年、国会でも議論を続けましたが、当時はまだですね、やっぱりこの残土の問題あるいは土砂の問題といってもあんまり、誰も相手にしてくれない、特に自民党の先生方はなかなか冷たくてですね、特に私の地元の先生方はですね、先生方というか先生はですね、もう一別するなりこれは無理だということで、あまり相手にしてくれなかったんですね。その中で当時太田昭宏大臣が、私は国会で国土交通委員会でこの話をしたり、あるいはその罰則ですね、砂防法の罰則の低さとか、あるいは当然地方自治法では罰則が上限があるんで、そういう話をしましたら、それは確かにちょっと問題あるなみたいな顔をされてですね、それ以来当時太田大臣には大変お世話になって、でその後実は太田大臣のイニシアティブで、当時はですね、私がこの問題を取り上げると国交省の方、環境省、警察、農林省、皆さんこう私の事務所に集まってきていただいて、当時はコロナじゃなかったので結構レクをするときはうちの事務所に集まられて、でみんなが俺じゃないというわけですね、私じゃないということを言って、とにかくネガティブ権限葬儀で誰も引き取ってくれない。すると地域でこの問題に直面している市町村とか都道府県の方々もですね、霞が関で一体これ窓口というか誰に相談したらいいかということが分からない時代が続いて、とにかく、役割分担だけでも決めてほしいということがずっと課題でした。でそういう中で太田大臣の時代にですね、2017年、もうだいぶ2014年の2月から始まって、2015年、2016年、2017年の、8月にですね、国土交通省の皆様が、その前から各省連絡協議会というのを作っていただいて、いや、本当にこれはだからありがとうございますと、もうみんなが嫌な中で、国土交通省が、書務というか取りまとめをしていただいて、各所連絡会議を作っていただいてまとめていただいたのが2017年8月の建設発生度の取り扱いに
関わる実務担当者のための参考資料というのができてですね、私にとっては感動的な成果物で、成果物というか霞が関で作っていただいたものだったわけです。でその後もしかしなかなかそこまでだった。特にその時はですね、国交省の皆さんも、条例でやったらどうかなと、条例でやってくださいという形でした。でそこで私は松井知事にお願いをしてですね、残土等にかかる土砂問題対策全国ネットワーク会議というのを立ち上げていただいて、庶務は大阪府がやっていただいて、全国の残土で困っている都道府県が集まって、都が入ってたかどうか忘れましたけど、道府県あるいは府県が集まって、そういうことをやっていきました。要は外堀から環境整備をして、松井知事と連携しながらやってきたわけですね。でさらに2020年に入ると、総務省の行政評価局が建設残土対策に関する実態調査というのを始めていただいて、そして昨年の12月の20日の勧告につながるという中で、いずれにせよちょっと長くなりましたが、この今日の読売新聞の報道に至るということですので、斉藤大臣には前も予算委員会で申し上げましたが、本当によくここまで持ってきていただいたということで、都市局長が一番ご苦労されているのかもしれませんが、関係の皆様には感謝を申し上げたいと思います。であとはですね、どれだけ実効性のある法制度にしていくかということで、ぜひまた国会でも議論をさせていただきたいと思いますが、おそらく国土交通委員会で審議されるときにはですね、今の議員内閣制で事前審査もあってという中ですから、もう私たちがいろいろ申し上げても、すでに終わっているという話だと思うので、今日ちょっと時間をいただいて、私がちょっと気になるところを何点かご質問させていただきたいと思いますが、何か追及するとかそういうことではなくて、少しでも何かいいものになればいいなということで、ちょっと現場で感じていることをいくつか質問させていただくという趣旨です。したがって、政務の方々は気楽に聞いておいていただけたらありがたいと思いますが、まず最初にですね、今日報道でも、読売新聞の報道でも、規制対象の区域を指定して、要は規制体系をこれから作るわけですが、で規制体系を作るぞということはもう表明していただいているけれども、その中身はまだ今日は言えないと思います。だから細かい議論はいいんだけれども、例えばその規制体系の入り口のところで、規制対象となる区域を指定するということが想定されているように側分をするわけですが、私は規制対象から外れるべき区域をイメージできないんですね。人家がある平地でも積まれたら危ないし、山はもっと危ない。だから規制対象から除外される、盛土規制から除外される区域というものを私はイメージができないんですが、もしその点について、こういうものは規制対象ではなくていいと思ってんだよなと、抽象的でも結構なので、もしコメントいただけたらお願いしたいと思います。国土交通省都市局長宇野義正君。お答え申し上げます。足立先生がご地元の盛土崩落事案をきっかけに、長年危険な盛土の規制に向けて取り組んでこられたことを私も存じ上げております。盛土に関する規制につきましては、昨年末の有識者会議の提言も踏まえ、危険な盛土を包括的に規制する法制度を構築することとしております。現在検討している法制度では、昨年静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害から人命を守ることを主たる目的とし、その達成のために許可制という厳しい権利制限をかけることとしております。このため、この法制度の目的に照らして、必要かつ十分なエリアを規制対象とする方向で検討しており、人家等に被害を及ぼす可能性のないところまで規制区域とすることについては、過度な規制になる恐れがあるものと考えております。足立康史君。ありがとうございます。これですね、また私の意見としてさらっと聞いていただいておけたら、ありがたいんですが、確かに許可制をですね、当てはめる区域ということになれば、それは確かにそういうおっしゃる通りだと思います。他方、例えば森林法とかでも、届け出制ということもあるわけですね。だから規制にもいろんなグラデーションがあって、きつい規制から、
緩い規制まで幅があるので、まあ、許可制と届出制というと、なんか二者択一なのか、ハイブリッドがありえるのか、ちょっと私も法制的な詰めはまだ行えてませんが、許可制とともに、許可制がきつすぎる、おっしゃる、その危険性の低いところでも、届出制ぐらいしといてもいいのかなとかですね、まあ、そういうふうにちょっと考えると、いかなる規制も必要ないのであるという、区域がですね、想定されるのかなというのが、まあ、現時点の私の思いなんで、まあ、それ、あんまりそれ以上、今、ここで往復しても、やりにくいと思いますから、私は許可制にとどまら、許可制度にとどまらない広い意味での規制に複せしめる区域は、除外されする必要がないというか、あまねく日本中の土地、日本中の要は農水省がさばいている地域も含めてですね、基本的にはすべての区域が対象であっていいのかなと思っています。で、その背景にはですね、実は先ほども私が冒頭ご紹介をした大阪府の条例、2014年、この豊野町の事故を受けて、同年11月に制定し、翌年2015年の7月1日から施行されている大阪府の土砂条例ではですね、これも聞いていただくだけで結構ですが、その規制対象はですね、制限が、何かこの規制対象の区域はここですよということはなくて、土砂埋め立て等を行おうとする者は、ものは、者は、まあ、許可を一定の大きさ以上の場合は、許可を受けなければならないということで、規制対象を絞ってないんですね。で、大阪府の条例は絞ってないので、まあ、絞ってないものを私はイメージしてたんですが、ぜひその辺はですね、規制の強度との関係において、あまり、その何しますかね、規制の対象から除外されることによって、またそこが弱点となって、盛り土の最大の問題は弱いところに集まるということです。なぜ条例がうまく機能しなかったかといったら、条例を作ったところには入りにくくなるから、今度はその隣の弱いところに土砂が集まるわけですね。そうやってもぐらたたきみたいになるのが問題だったわけですので、私は規制対象区域から除外される地域が、まあ、なくてもいいのではないかと基本的には思っていますと。これはもう意見表明ですね。2つ目、農水省の皆さんに、お答えいただけたらありがたいのが、林野庁小坂さんですかね、ありがとうございます。これも難しい議論ですが、例えば私、今、地元でも建設が始まろうとしている残土処分場あります。こんなとこに積むかなというとこです。霊園がありましてね、その地元のその、霊園が。でこっちには風光明媚なゴルフ場がですね、でこう道がこう走ってて、地元の人たちにとっては、まあ、こう昔ながらのこの豊かな地域なわけですが、そこの後で、まあ、また出てきますが、砂防指定地にですね、どーんと積むっていう議論で、まず今、地元の大阪府茨木市に、森林伐採の届出が出てるわけです。で、その森林伐採の届出にはですね、何に使うかって言ったら、残土処分場って書いてあるわけです。残土処分場って書いてあるんだから、まず許可取ってきてから、森林伐採したらいいと思うんだけど、まず伐採するっちゅうわけですね。許可も何も取ってなくて。まあ、縦割りで見れば、まあ仕方ない面もありますが、森林を伐採して残土処分場を整備しようとする事業者が、残土処分の許可を得てからでなければ森林を伐採できない。要は、森林伐採しちゃうとまた復活させるのに、例えば不許可になった後、じゃあ森林伐採したけどもう一回植えようみたいなことにして、また何十年かかると。そういう無駄なことが起こることをとど、めるような、今回の新しい規制体系と森林法との関係について、少しやっぱり整理をしていただいた方がいいのではないかと思いますが、いかがですか。農林水産省林野庁森林整備部長、小坂善太郎君。お答えいたします。議員ご指摘のような、
まあ、ことにならないようにという観点でございますけど、まあ、現在、森林法に基づく伐採届の受理に際しまして、まあ、伐採箇所が他法令により規制がかかっている場合は、まあ、市町村はその許可の見込みについて確認するとともに、まあ、許可等の手続きが行っていない場合は、速やかに手続きを行うように指導する、そういった通知を出させていただいています。まあ、こういうことをするにあたっては、まあ、いわゆる林務部局だけじゃなくて、土砂条例とか都市サイトとか、いろんな部局とやはり条例法を共有して、連携していくことが重要かというふうに思っています。今回、現在検討を進められている危険な盛り土を包括的に規制する法制度の内容であるとか、まあ、まさにこういう国会での議論を踏まえて、こういう取り組みがより一体的に実効性のあるようなものになるように、検討は進めていきたいというふうに考えているところでございます。足立康史君。ありがとうございます。そういう通知というのは、ごめんなさい、はい、最近の通知か、昔の通知か、ちょっとごめんなさい、勉強不足で、どんな、いつ頃の通知かだけ教えていただけますか。小坂森林整備部長。伐採届でお答えいたします。伐採届で制度は自治事務になっておりますので、通知を出しておりまして、平成20年11月4日付の通知で、その旨を位置づけさせていただいているところでございます。足立康史君。改めて今回、規制体系が新たに整備されるわけですから、それがまあ完成していくというか、今年の国会で成立を、私は賛成する方向で協力をしていきたいと思ってますが、それが相なった暁には、またね、改めてその新しい法体系、新しい規制体系と森林法との関係について精査いただいて、場合によっては、まあ、平成20年であればもう、十数年経ってるわけですから、またそこのちゃんとこう目配せ してねということをですね、まあ、通知等でいただくということはありうるということでいいですね。小坂森林整備部長。当然、新しい法律ができるわけですし、まあ、特にその盛り土というようなことで、関連性が高いことが出てくるわけですから、今回の法律の検討状況を見てですね、きっちりこの法律、新しい法律についてもこういう通知が適用できるんですよと、さらにはもっと強化することがあればですね、そういうことも盛り込むことをこれから検討していきたいというふうに思っているところでございます。足立康史君。ありがとうございます。次にですね、砂防法の話を少しだけさせていただきたいと思います。砂防4条1項に基づいて、まあ、いわゆる砂防法ですから、治水砂防の観点からその一定 の、その禁止、盛り土かな、盛り土の禁止または制限をすることができるというふうに砂防法4条1項には書いてあります。だから私は今までも、まあ、砂防法でもいろんな取り締まりというか、危険な盛り土がなされないようにできてきたんだろうと思いますが、少なくとも私の理解ではですね、その砂防法のやっぱり対象は、それこそ先ほどのような議論で区域が限定されているし、まあ、法目的が限定されているし、それから罰則がとにかく低かった。そういうことで、なかなか砂防法に基づく議論は十分ではなかったので、それから、まあ、白地地域がある、一つ目はだから白地地域がたくさんありますねと、それから罰則が低いですねという議論をしてきたわけですが、ただ、ちょっと問い、通告でいうと、ちょっと3つ目、ちょっと飛ばして、4つ目に行くとですね、その砂防法に基づいて、砂防指定地として、まあ、指定されている地域は、もともと沢が多くて、沢が多いですよね。で、もともと自然の状態であっても土砂が流出しやすいところのはずです。自然の状態でも土砂が流出しやすいような地域がある、ごめんなさい、これ、砂防法の話をしているのか、問3と問4だとややこしいですね。ね、大体役所の国交省の中がややこしいということは、ちょっと今、思い至りましたので、一体どっちの質問をしたいんだということは、きっと死活問題だと思うんですが、ちょっと砂防の話からしましょうか、砂防の話だけ簡単にすると、要は砂防法で、そういういわゆる今回議論している危険な盛り土、
これ一定程度、一定程度その禁止制限してきたと考えたらいいのか、それまた全く別の話なんだと考えたらいいのか、その辺ちょっとコメントいただけたらと思います。国土交通省水管理国土保全局長井上智夫君。砂防法では国土交通大臣は砂防指定地を指定し、都道府県知事は砂防指定地を管理することとされています。その管理の一環として、先ほど先生ご指摘の砂防法第4条第1項、それとそれに基づく砂防法施行規定第3条で、都道府県知事は治水に資する砂防のため一定の行為を砂防指定地管理条例により禁止または制限することができるとしています。なお各都道府県は砂防指定地管理条例において治水に資する砂防の観点からどのような行為をどの程度禁止するかを定め、禁止または制限するかを定めており、盛り土については禁止ではなく許可が必要な行為とされているところです。逆に言えば砂防指定地は治水に資する砂防の観点から指定をするものであり、危険な盛り土を制限することを目的して指定しているわけではありません。足立康君。ということですね。だから今まさにおっしゃった通りで、法目的が違うので、これまでは私たちというか地域の方々は、いや砂防法というのはあるよなということで砂防法を呼んでですね、これこうじゃないかとか、あるいは森林法でこうじゃないかとか、いろんな既存の法令を援用した形で自分たちの命とあるいは財産を守るためにできないかということを必死で、その国民はですね、住民は考えて、私たちも相談を受けたりしてきたわけですが、それはやっぱり法目的が違うので、新しく盛土一般の規制を、改正法という形で今回議論いただいているということだと理解をしました。で、ただ今議論したように、私たちの現場感覚から言うとですね、自然の状態でも、尾根があって沢があって、沢っちはもともとその治水の観点から要は土砂が流出しやすいところなはずですよね。その自然な状態であっても土砂が流出しやすいようなところにまた人工的に土砂積むんですかみたいな、なんか常識的な住民目線で言うとですね、そもそも砂防指定地っていうのはさっきのその規制のグラデーションっていうことで言うと、届け出制のという緩い規制も概念的にはある、許可制の先にはそもそも許可以前に禁止しとけばいいじゃないかっていう議論を、私たちは住民の皆さんと議論をして議論になります。なんでこんなところにその沢みたいなところに建設残土を積むことが容認できるのかということで、問いはですね、これ都市局長でまた申し訳ありませんが、そもそも盛土は禁止だという区域があってもいいんじゃないかと。さっきの規制のグラデーションの中で一番きついところ、いやもうこういう地域はやめてくれという地域が法体系の中で規制体系の中であってもいいような気がしますが、いかがですか。宇野都市局長。お答えいたします。自然的条件において土砂災害を起こしやすい区域において盛り土をすれば土砂流出につながる可能性があることについては十分認識しているところでございます。現行法上災害防止の観点から土地利用に強い規制が求められる場合でも、憲法第29条に基づく財産権の保護の観点から私人の土地について全面的に利用を禁止するような例はなかなか見当たらないところでございます。また昨年末の有識者会議の提言においても、一定の区域内において一律に盛土造成等を禁止することは、厳しい私権制限となる恐れがあることに留意する必要があるとの指摘がなされているところでございます。このため、土砂流出等の危険性のある区域であっても、盛土行為を全面的に禁止することは、財産権の保護との関係で困難であると考えており、人家等への被害が生じる盛土を許可制とする形での規制を検討しているところでございます。なお、この検討の中で、谷筋の急傾斜地など、地形地質上危険度の高い区域においては、それに応じた厳しい安全基準を設定し、それに適合しなければ許可しないなど、安全対策に万全を期してまいりたいと考えております。
足立康君。ありがとうございます。これも意見として聞いていただければと思いますが、実は先ほどご紹介した大阪府の条例、大阪府の条例には土砂搬入禁止区域という概念があって、そもそも入り口から知事がですね、知事が、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、期間を決めて、要はこれ、6月っていうんですか、6ヶ月だと思いますが、6ヶ月を超えない範囲で期間を定めて、土砂の搬入を禁止する区域として指定することができると書いてあります。この運用状況も含めてですね、また参考にしていただければと思いますが、大阪の条例は、今私が申し上げたような、そもそもここは禁止だということをですね、財産権にもおそらくいろいろ配慮した形で、その期間を決めて、それを更新する形で、なんとか、憲法の財産権を侵害しない範囲で、規範をですね、条例を作ってこられたのかなと考えておりますので、そういうことも参考にしていただければと思っています。次にですね、ちょっと時間がなくなってきましたが、罰則は今日報道でも、相当3億円という、法人については3億円という議論がありましたから、それなりのものを考えていただけているということを、新聞報道では即分をするわけですが、私はこれがやっぱり熱海で、私の地元でもこれ、下手したら下手したわけで、たまたま人がいなかったから人命には及ばなかったけど、熱海で26名の方、お一人はまだ不明でいらっしゃるということで、本当に私自身、力及ばずで、残機に耐えませんが、あれだけのことが起こったこの問題でありますから、私は参拝並みの、罰則、それがなければ逆に実効性が上がらない、はい、罰金払ってまたやりますという方々がおられるのが実態なので、高い、罰則、これが当然であると思いますが、いかがでしょうか。宇野都市局長。お答えいたします。現在、一部の地方公共団体では条例を制定して盛り土を規制していますが、条例による罰則が抑止力として十分機能していないとの指摘があることは承知しております。また、昨年、全国知事会から法制化による全国統一の基準規制を早急に設けることとの要望がされており、知事会による都道府県へのアンケートでは、より厳しい罰則を求める行為が多かったと伺っております。このため、必要な許可等を取得せずに盛り土等を行った社や、安全基準に違反して盛り土等を行った社等に対し、条例による罰則の上限を上回る水準を目安として、厳格な罰則を措置できるよう検討しているところでございます。また、法人が違反行為に関与する場合については、法人に対しても十分な抑止力となる水準の罰金刑を返すことについても、併せて検討してまいりたいと考えております。足立康君。ありがとうございます。今日は総務省も来ていただいてますが、ごめんなさい、ちょっと私の時間配分のミスですが、先ほど冒頭ご紹介したように、総務省行政評価局、報告書を作っていただいて、総務大臣から国交大臣に勧告という形もしていただいてますが、これはこれで、スコープがちょっと狭め、私の問題意識より狭めですが、よく精査をしていただいて、また国交省も受け止めていただいていると思いますので、これちょっと割愛させていただいて、最後の一問は、マニフェストですね。いわゆる先ほど罰則について参拝という話をしましたが、やっぱり発生者がいるわけですから、残土のですね、この残土規制を実行あるものとするためには、参拝に適用しているマニフェストのような、要は追跡する仕組み、これがやっぱり最終的にはないと、結局、誰の責任かが分からなくなると考えますが、いかがでしょうか。国土交通省不動産建設経済局長、長橋和久君。じゃあ、お答え申し上げます。先生ご指摘のとおりに、現在検討中の新たな盛土規制と合わせまして、建設発生度の、搬出先の明確化や、実際に適正に搬出されたことを確認する仕組みが、これ、必要と認識してございます。で、昨年末の有識者会議の提言でも、同様の認識から、一つ建設現場から搬出される建設発生度の約8割を占める公共工事においては、
発注者が、まあ、建設発生度の搬出先を指定する指定利用等の取り組み、これは徹底させると、まあ、国でも 100% ではございませんので、国、ないしは公共団体においてしっかり徹底するということを提言されまして、私どもそれを取り組んでいきたいと思います。またもう一つ、提言におきましては、民間工事も含めて、搬出先の適正確保と、資源としての有効活用を一体的に図ることが不適切処理の防止に効果的であるということから、現行の資源有効利用促進法に基づく再生資源利用促進計画の仕組みを活用し、これは強化すべきと提言されたところでございます。私どもとしては提言を踏まえ、元請け業者に対しまして、これからできる新たな法制度に基づく許可を事前に確認するとか、あるいは搬出先が適正であることを土砂の受領書等で確認を義務付けるとか、そういったことを、まあ、建設発生度の搬出先の明確化に取り組んでいきたいと思ってございますし、今後とも提言とか、いろいろ、まあ、先生のご指摘を踏まえて、しっかりと検討を行ってまいりたいと考えております。足立康史君。はい、時間が来ましたので終わりますが、本当に今日はありがとうございました。とにかく思いは同じというか、とにかくいい形で制度を作って、みんなが本当に幸せになれるというか、安全に暮らせるようにですね、実効性ある制度を作っていただくようお願いして、また私も引き続き力を尽くしていくことをお誓いして質問を終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。これにて足立康史君の質疑は終了いたしました。次回は明17日木曜日午前9時から本分科会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。